平野仕様の CM 放送継続にティアラ換気ジャニーズに忖度しない外資系企業のドライな対応。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。翔軍の CM 見た ティアラと呼ばれるキングプリンスへのファンたちは5月22日をもってジャニーズ事務所を退所した平野市要26が出演し今でもオンエアされている CM のチェックで大防止だ。これまで同事務所所属のタレントはスポンサーとの契約期間の長短にもかかわらず退所と同時にすべての画像がテレビから完全撤収されてきた。 ところが今回、平野に関しては、そのルールが適用外となっている。退場後も CM を流しているのは P&G の、パブリンズ、ボシュロムジャパンの、アクアロックスワンデイ UV シンで、どちらも外資系企業だ。まずファンが声を上げたのは、ボシュロムからの対応で、同社は5月22日に自社の公式ツイッターに、平野仕様さんサンクックスグッドラック。 とメッセージを投稿した。これにティアラたちが反応しないわけがなく、SNS では、ボシュラムさん、ありがとう。という声が溢れた。資格 CM を中止した企業に平野との再契約の望む短眼ツイートも、 広告代理店関係者によれば、ボシュロムからのテレビ CM は5月末日をもって放送は終了したものの、ショップに飾られている部屋のポスターなどは8月まで撤収されない見込みだという。これは性加害騒動に揺れるジャニーズ事務所への一種返しにも映るが、この関係者曰く、人へに契約期間を遵守しただけ、だと話してくれた。 同じく契約期間を遵守するとなれば、昨年7月に契約を締結した P&G の CM は6月いっぱいまでオンエアが続くことになる。外資系企業にとって日本の独特な古臭い慣例は全く意に返さないようだ。 平野の CM をめぐり企業の対応は大きく分かれ、ティアラたちはこの外資系2社の購買意欲は以前にも増して積極的になっていると言われています。一方で過去の慣例に従い、退場と共に平野が出演する CM の放送を取りやめた企業には、翔くんを追い出して同事務所の別のアイドルをキャスティングするつもり許せない。絶対買わない。 などというコメントが SNS で散見されています。これには、平野の CM を放送中止にした企業側も神経質になり、公認のキャスティングが難航している。という話も聞こえてきています。広告代理店関係者。またティアラたちは、今まで平野が CM 出演してきた企業に対し、個人として再契約を望みます。 その際には売り上げ爆上がりを保証しますという単板ツイートも発信。加えて、これまでの事務所の所属タレントの起用は絶対に止めてください。もしそうなったら商品を買うことはできませんという文言も付け加えられているという。P&G などの外資系企業の懸命でドライな対応によって、 ジャニーズ事務所と老舗大手企業との CM 契約をめぐるこれまでの暗い闇に一筋の明るい光が見えてきた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。 これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。